で、このキレめっちゃいいの、ほら、キレめっちゃいいの。こう、まこちゃんの。おはようございます。トゥティトゥムヤーポッドです。ということで、今日は、二重の日はい、ということで、今日はね、9月20日で二重の日なんですけども、まあね、20時、まあ11時か、まあ、0時か、4時か、11時か、20時かっていうパターンじゃないですか、大体。大体その4パターンなんですよ。0時になんか出るか、4時になんかね、ニュースで出る系のやつ出るか、まあ、11時になんか TikTok とかが出るか、20時にその20からくれれるかっていうか、大体その20のね、情報の出る時間なんですけども、まあ20日は大体20時に動画が出るのが多いのかなっていう感じで、まあ、今回どんな動画が出るのかなって思ったら、テイクアピクチャーダンスパフォーマンスビデオ括弧ネットバージョン。はい、どうぞ。正直ね、これ見たとき、不満言う人湧くなとはちょっと思ったんですよ。不満言う人湧くなとはちょっと思ったんですけども、まずね、そもそもこの20の日っていうのは別になんか、特大情報が出る日ではないよっていうのはね、皆さんね、思っておいた方がいいんじゃないかなっていう。これはちょっとね、そう思いました。なんか、毎回皆さんその20日になんかすごい情報出るんじゃないかって思ってる人も結構多いのかなっていう印象なんですけど、まあ、20日の日はね、こういう動画をね、まあ、出してくれる日、動画の、動画をね、出してくれる日なんじゃないかなって思うのでね、まあ、特大情報とかはね、まあ、普通の、もうさらっとした日に、さらっと出てくるので、これはもう毎日そわそわで生きてください、皆さん。ね、これ。毎日そわそわで生きてください。でね、今回はこのレッドバージョンということで、赤い衣装ね、僕はこの赤い衣装めっちゃ好きなんですけども、この赤い衣装でテイクアピクチャーのブレイドンボールバックダイスパックバフンデスレッドバージョン。踊るということで、これ楽しみに、ちょっと見ていきたいなと思います。はい、ということで、このチャンネルね、20専門チャンネルとしてやってるので、ぜひね、チャンネル登録してもらえたら嬉しいなと思います。ということで、早速、テイクアピクチャーダンスパフォーマンスビデオ、レッドバージョンを見ていく前に、一旦の CM です。流れたのかな？ CM 流れたのかな？ということで、見ていきましょう。で、全部見せるよ。はい、もう背景が赤すぎるでしょってことで、見ていきますね。あーいい、ここの力じゃいいよね。あーいい、いい、とてもいい。で、このキレめっちゃいいの、ほら、キレめっちゃいいの。まこちゃんのここめっちゃ綺麗いんだよね。伝えたいのときます。はい、この足のステップ素晴らしい。すーき、このギュニュギュニュかわいい。ギュニュギュニュかわいい。で、ここでまやちゃん登場と。この表情、まやちゃんの眉毛上がる表情。これ伝わってますか、皆さん。はいー。かわいい。シンプルかわいい。何この振り。で、ここでもう美声が出てきます。あー、いいね。カメラワーク素晴らしかった、今。この、キュッキュの振りめっちゃ好き。あー、スマイル、ハイファイブ。あー、リクちゃん。はい、リクちゃん。リクちゃんタイム。もうね、もうリアクションとかもう全部知ってるような感じで見ちゃうわ。もう全部知ってるような感じで見ちゃう、これ。まゆかちゃんだけ露出多くない？あー、かっけえ、りおちゃん。あー、かわいい。いっと、あんま、ここのボケあったよね。かっけえ。でも似合ってるよ、まゆかちゃん、この服、マジで。好き。はい。いや、これ、りくちゃんいいね。めっちゃ目立ってるわ、りくちゃん。この、輝いてるわ。はい、まやちゃーん。はい、いいね。素晴らしいです。ありがとうございます。あ、その振り。こんなにたの振り。全員、全部、何？角度とか全部合ってるじゃん。いいね。これ曲調すごい変わるのよ。すご。すご、この、何この、影になったり、あれになったり。ああ、いや、素晴らしいわ。素晴らしい。うまいね。素晴らしい。あー、ここ楽しい。ここ楽しそうやね。楽しんでる。絶対楽しんでるわ。あら、マイクちゃん楽しんでる、絶対。来るよ！あーい！で、ここで、数字の人数になっていきます。新規の方。
いや素晴らしい、これ振り素晴らしいわマジで。あーいい、あー素晴らしい。でこれミリちゃん来るんよね。うーん、はい素晴らしい、可愛いな。そして可愛いやん。はい、もうなんかテイクアピクチャーっていい曲ね。テイクアピクチャーっていい曲やわ。なんか振りとかもなんか可愛いしかっこいいしみたいな。これテイクアピクチャーいい曲やわこれ。再度認識させられた、これテイクアピクチャーいい曲で。やっぱこの曲さ、あれだね、リクちゃんすごいやっぱり目立ってるというか輝いてるなと。このピョンとかね、ピョンとかある。ちょ、今下パンツなんで、今下パンツなんで、あんま飛ぶとパンツ映っちゃうんですけども、あのこれいいね。え待って、パンツ赤なんだけど、真っ赤なパンツ履いてるんだけど、ちょっと待って、映さないけど。うわ、でも映さないから伝わんない。ちょ、どうしようどうしよう。うわ、見せた、パンツ見せた。あ、無理だ、しょうがない。これジャンプしても無理だ、しょうがないわこれ。でも赤真っ赤、これ真っ赤なパンツガチで履いてる。これガチだから、本当だからこれ。で信じてくれんのマジで、おかしいだろう、かなのに。もう本当ですということで、はい、ということでね、まあ20の日ね、あの冒頭でも言ったんですけどね、こうあの特大情報が出る日ではないので、まあ、そこはね、もうそういう風に思っといた方が、あの20日をより楽しめるんじゃないかなって僕はね、だいぶ前から思ってます。でね、もう今20日で、10月にはね、ニズーとかもね、オープンし始めるので、これね、ニズーのビジュアルもね、楽しみで、それもたまごっちとか、たまごっち僕買ったんですけども、ニズーのたまごっちもね、やっていくのでね、それもちょっと楽しみにしてもらえたらなと思います。でね、やっぱりね、僕、まやちゃん推しなんですけども、これ遠くから見てもわかる、この眉毛の上下ね。まやちゃん眉毛使い上手いんですよ。なんなら眉毛使いまやなんですよね。はい。そのね、まやちゃんのその表情、まあ、だからそれがあれなのかな、表現力とか演技力で繋がってくるのかな、やっぱ眉毛で、こう、全部やっちゃってるっていう、もう眉毛全部ではないんですけども、眉毛やっちゃってるって、これね、かなりすごいなと。これね、まやちゃんのやっぱりいいところの一個なんじゃないかなっていう。で、やっぱね、昨日のね、スパソニーでも思ったんですけど、まゆかちゃんってやっぱなんか全部楽しんでるなって感じして、なんか今回のも、まゆかちゃん楽しんでるなって感じが伝わってくるような、そういう、なんかわかります？なんかまゆかちゃんのなんかすごい自然な感じというか、なんかずっとなんかラフな感じな、あの感じがとてもね、好きなんですよね。はい、まあ全員褒めれるよ、これは。なんか全員褒めるとわざとらしいなって思うので、逆にね。これちょっとね、僕がね、特に思った人をね、今後もこうやってどんどん言っていこうかなって思うので、まあ、ポーテ今日は誰言うんだろうみたいな感じでも見てもらえたらいいのかなと思います。はい、ということで昨日の動画ね、ちょっとまあ、マイナスな感じな動画で出しちゃってしまったんですけども、ほんとね、皆さん、すごいね、なんていうんですか、真摯に受け止めてくださってというか、なんか、先輩と、人生の先輩としてのね、アドバイスみたいな感じだったり、本当に嬉しい言葉がいっぱいね、本当に真剣に考えてくれて、ありがたいなって思いました。でもね、昨日の動画、僕いろいろとね、なんかこう、語ってるんですけど、あれもう、全部嘘です。全部演技です、あれ。一言も、思ったこと言ってないです、あれ。はい、ということで、こういう感じで20専門チャンネルやってるのでね、ぜひ20好きだよとか、これからも一緒に応援したいよって方いましたら、登録してもらえると嬉しいですということで、今日もご視聴ありがとうございました。